皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは苦しい時にそばにいてくれる人というテーマについてお話をしてみたいと思います。これはですね、企業人生とかお仕事って全般的にそうなんですけれども、最初から全てうまくいくわけではないですよね。でだし、逆に最初ブレイクしちゃって落ちるタイプの人もいるし、ものすごく出だし時間がかかってブレイクする人もいるし、ブレイクした後でもまた落ちたりとかっていうのがね、あるのが企業人生です。ですので波があるっていうことですね。でその段において例えば自分がすごく苦しい時とかあるとするじゃないですか。で、相談できるね、家族っていうのであればもちろん家族でも構わないし、お仕事が分かるっていう状態においてはそのお仕事が分かる人に相談、それがコンサル契約を結んでる場合には私とかいう時ももちろんあるかもしれないし、気の置けない親友と呼ばれる友人がいれば、その人にねお話を聞いてもらうっていうのもあるかもしれません。でその時にやっぱり苦しい時、特にお金がある時に寄ってくる人、お金がなくなったら去っていく人というね、そういう人たちにおいてはやっぱりその時の自分が辛い時にいてくれる人をやっぱり大事にした方がいいですね。うまくいってる時ってね、人が寄ってきます、いろいろと、はい、できつい時に誰が最後残ってそばにいてくれるのかっていうのは見極めておく必要があって、でまたねうまくいったとしてもその人はそこにいるっていう感じになると思うんですよね。特に女性男性っていうことであんまり区分けするつもりはないんですけれども、女性の場合には、その時のね感情とかそういうもので付き合ったり離れたりっていうことが多いし、その時うまくいってる時は例えば褒めたたえたりとかすごくねいいようなことを言うんだけど、何かでちょっとしたボタンの掛け違いとかでその人と離れた時に外で手のひらを返したように、ひどいね評判をむしろ流したりとかっていう方もいらっしゃるケースがあります。でその時に、傷つくかもしれません、もしかしたらね。だけれどもそういう方がそういう人生を送る方なので離れて良かったというふうに思った方がいいですね。だからかけねなくご自身のその人間そのものの性質そのものを信じてくれて評価してくれてそばにいてくれる、そんな時でもっていう人が本当に苦しい時に真価が出ます。離れていく人はね離れていくし、残る人は残りますからね。なのでそういう方はねお仕事とかなしにしても自分のね親友、心の、一つの拠り所、依存は良くないかなとは思いますけれども、そういう方っていうのはいてもいいと思うので、そういう人をね大切にしていく、そしてそういう人を見つける目を持っていくっていう観点でフラットにね人とお付き合いできるといいかなっていうふうに思って、今日はそんなテーマをお話ししてみました。それでは。